明けましておめでとうございます。柳瀬東京マガジン編集長の川西圭介です。年も明けまして、今回は特別企画として、昨年2020年にこの番組で試乗した車を振り返ってみようというふうな内容になっておりますが、今回はこの番組の制作プロデューサー山本由紀さんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。今日は私の方からいろいろ質問をさせていただきながら、はい、昨年1年間に乗ったメルセデス・ベンツを振り返りたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボリューム17です。気がつけば随分たくさんのメルセデス・ベンツに乗ったもんだなと思いますが、はい、まあ、まさにあの自動車ジャーナリスト界では、はい、メルセデスといえば川西圭介って言えるぐらいの存在になってるんじゃないですか。なりたいなと思いますけどもなってますでしょうか。はい、ちなみに去年乗った車が全部で8台なんですけれども、はい、まあ、すごくバリエーションも豊かに、そういう車を乗らせていただきました。うん、まあ、その中でもこう改めてラインナップを聞くとですね、やはり SUV が多いんだなっていう気はしますね。そうですか、はい、じゃあまずその SUV の方から総括していただくのがいいですかね。そうですね、はい、これはね、あの待ってた人も多いというか、まあ、大きいんですけど、一番こうなんていうのかな、荷物も積める、人もゆったり乗れる、まあ、こう使いたくなるサイズなので、まあ、売れ線ですよね。でもその上を行くのがこの GLS。 はい、はい、そうなんです。ここで GLS というのは、ね、あのフラッグシップになるわけですけども、はい、まさにそのこう海原を行くとか、こう巡洋艦感覚というか、そのね、もうやっぱり堂々感、こう陸の王者みたいな、まあ、さらにそれではね GLE の上を行くんですが、はい、そういう、もうこれはねちょっと特別な車っていう感じですかね。川西さん的には駐車スペースがあれば GLS ですか。やっぱりお金もありますけど、いや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 あのお金も場所も僕にはちょっとトゥーマッチなんですけれども、バランスがいいのは GLE かなと。あ、より贅沢、あとはそのあれですよね、まあ、サードシートなんかのそのゆったり感みたいなものを求めるなら GLS でもいいかもしれないですね。この GLE は新しいメルセデス、この前輪駆動ベースなので、そこが大きく違うんですが、ただ乗った感じはだからあの何が違うのって言われたら、前輪駆動だからっていうのを意識させるようなことはないです。でその代わりにこのボディサイズ的にはちょっと小さいんですけども、居住空間はたっぷり取られてるんで、一番そうですね、例えば30代から40代ぐらいの平均的なファミリーの方が買う、検討するとしたら、すごくお勧めできる時代と思いますね。すごい売れてるらしいですよね。売れるんじゃないですか。あの金額的にも価格的にも、まあ、500万円前後ということで、まあ、メルセデスの中ではもうすごくエントリーですし、売れすぎたと思います。あの総括するとやっぱりメルセデスの GL クラスというのはものすごくよくできた、なんていうんですかね、そうですね、遊び車とも言い切れないですね、うん、全てのユーティリティを満たす車であるってことですかね、うん、そうですね、むしろ今もう車の基準が変わってきていて、昔やっぱりセダンが基準車でしたけども、今はむしろ SUV がそのスタンダードになってきているので、 A から S まで大きさに応じて選べばいいと思うんですよ。あとは車庫のスペース以外にもお財布ですねこれはね、メルセデスのスタンダードは今や GL クラスになるとおっしゃってましたけども、もう一つのスタンダードであるセダンについて伺えればいいかなと思うんですが、はい、ボリューム9ではこのメルセデスベンツ S クラス S450 エクスクルーシブで鎌倉の方にドライブしました。はい、いかがでしたか、クラスの乗り心地というのは。そうですね、まあ、とはいえやはり以前メルセデスにフラグシップってやっぱこの S クラスなんですよね、もう昔からですね。やっぱ S クラスはベンツの中でやっぱり常に一番進んだ車でなくてはいけないので、まあ、そこの伝統が、ね、守られてるなと思いましたね。僕も運転させていただきましたけども、実はこの車体の大きさ以上に取り回しの良さっていうのもすごい感じた。ハンドル結構切れるんじゃないですか、はい、でそうなんですよね。これはやっぱりあの FR の車のいいところではありますけども、ただ取り回しは、まあ、いいんですけども、僕も一つちょっ
ちょっと問題を感じたのはですね、やっぱり私に似合わないですね。はい、このやっぱり S クラスが似合う人間にならないとなって、まあ、思わせられる車ですね。それからもう一台がですね、これはあの柳瀬の文教支店に伺って、そうですね。で営業のあの浅田さんと一緒に試乗させていただいた E クラス、はい、マイナーチェンジになった E クラスのセダンです。はい。もうやっぱりこうベンツの中核なんですよね。でそういう意味ではこの車も最近モデルチェンジをして、やっぱ最新のその安全性能ですとか、なんていうかな、運転支援システムが積まれていましたので、これは何でしょうね、もう安心の選択というか、まあなんか一言で言うと間違いのないですね。続きましてですね、まあ、セダンの話を伺ったんですけれども、同じ4つドアがついてても、うん、ものすごいスポーティーな AMG に2台試乗いたしました。最初はボリューム8でこの AMG GT63S フォーマティックで箱根に行ったんですけど、この車すごかったですよね。これはすごいですよ。今メルセデスで一番のこうスポーツカーですね、もう爆発的なこうパワーとトルクなのに4枚ではないというのが見せるんです。これは宝石もね、普通に乗れるというか十分乗れます、十分乗れます。この車 LG GT の4ドアはフルフォースヒーターとして使える GT スポーツカーという意味で非常に贅沢です。その中でもこの 63S というのは一番大きなエンジンになっていて、はい、600馬力がはるかに超える。そうですね、単純にあのエンジン音を聞くだけでもまあこう心が高鳴るというか、そうですね、映像を見ていただいたら分かるんですけど、やっぱかっこいい、かっこいいですよね、スタイリングが。これがちょうどあの番組に出てたのと同じのブルーで、ね、ブルーでちょっとマットが素焼けしてます、かっこいいですよね。最近やっぱこのねマットが結構流行ってるんですけど、よかったですね。はい、あのこの AMG GT の他にですね、こう4枚用のある AMG モデルもう1台乗ってまして、はい、これがこの AMG A35 フォーマティックです。これはあの、まあ、一番ちっちゃい A クラスの FF の、プラットフォームに300馬力を超える2リッターで、はい、いかがでしたか。この車が実は2010年乗った中で一番グッときました。基本的に4人しっかり乗れますし、それでいてもめちゃくちゃもうスポーツカーでした。あのそしてキビキビ走るし、とにかく楽しい、いわゆるホットハッチという、そうなんです、昔ながらのホットハッチ、ホットハッチバックですね。あの僕も運転させていただいたんですけども、アクセル踏むと若返る、うん、回春剤的な、なんかね、もう青春の戻ってきたような感覚があってすごい楽しかったです。若い方もいいと思いますよ。ただもうそろそろそんなに人もいっぱい乗せないとかで、サイズもやっぱコンパクトの方がいいなみたいな人でも車は好きだっていう、まあ、我々よりさらに上の方ですね、まあ、まさにおすすめじゃないですかね。ちょっと白髪頭になったらAMG の A クラス買ってみるんですよね。はい、僕もあの GT に一瞬だけ乗りましたけど、ね、いやなんか天井のスポーツカーだなっていう、天国のようだな。商談行きました？商談行ってないです。行ってないですか？一個忘れちゃいけないのがフュエルセル、はい、GLC の XL なんですけども、うん、まあ、これはまさにもう先進のメルセデスなわけですけど、ね、GLC XL の最大の価値観ってやっぱり何かこう社会にとって地球にとっていいことをしているっていうような感じがちょっとありますよね。そうですね。ガソリンエンジン燃やしてる罪悪感みたいなちょこっとあるじゃないですか。そうですね、うん、それが一切ないっていうのが、まあ、最大の魅力だなとちょっと思いました。やっぱメーカーとしての責任を果たしてるって感じですよね。川西さん、やっぱメルセデス最大の魅力っていうのはどういうところにあると思いますかね。まあ、そうですね、まあ、これはもう本当にあの月並みですけど、でもこれが本当のことかなと思うんですけど、やっぱり安心感じゃないですかね、うん、その安心感ではいろいろあります。実際安全だし、あとなんでブランドに対するこう信頼もあるし、あと正直、周りの目って周りからの見られ方もメルセデスに乗ってるというのはやっぱりこう一つの
なんて言うんでしょう、間違いないというそういう目でも見られますし、さまざまなカテゴリーにさまざまな車種があるじゃないですか、はい、それぞれの完成度の高さっていうのもやっぱメルセデスがメルセデスたる理由なのかな。一番コンパクトな車が一番最新な車になる可能性もあるという意味では、そういった差をつけてない、上と下で差をつけないというのが、まあ、哲学を、ね、感じるところかなと思いますね。あとですね、なんか普通に僕あのドアを閉めた瞬間とか、うん、ハンドルを握った瞬間になんか違うものに乗ってる、うん、さっき安心感とおっしゃいましたけど、はい、守られてる安心感とか、まさにこのある意味クオリティをここまで上げなくてもいいんじゃないかなと思うようなクオリティってありますよね。そうですね、はい、いろいろ楽しいお話を伺ってまいりましたけれども、2021年、また毎月のようにですね、はい、新しいメルセデスに載せていただけると思うんですが、はい、この番組の編集長として、はい、川西さんの抱負を、一つは2021年中に登場すると言われている C クラス、まあ、これがねもう全世界注目してると思うんで、もし2021年に乗れるものであればぜひ試乗してみたいというのが一つと、あとはやはりね、コロナウイルスがなんとか収まってですね、もっと行きたいところに行ったりですね、もっと自由な取材ができるような環境になるといいなと思っています。はい、川西さんありがとうございます。2021年もですね、さまざまな話題を提供していきたいと思っております。はい、ますます楽しいね、そうです、番組作りをしていきたいですね。はい、ぜひ皆さんも毎月楽しみにしていてください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり AMG GT ですかね。ちょっと箱根まで行ったんですけど、もっと遠くまで行きたかったんで、高速道路でね、ちょっと大阪ぐらいまで行ってみたかったです。